Hi girls, welcome back to my channel. 明けましておめでとうございます。今回のビデオが初めましての人は、改めてこんにちは。このチャンネル、ボスベイビーチャンネルでは、ライフスタイル、マインドセット、セルフグロース、この3つのトピックにフォーカスした動画をお届けしています。なんか叶えたい夢や目標だったり、こう理想をのライフスタイルを現実にしたいとか、まあ、そういった2020年はこうレベルアップした女性になりたいってガールズは、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今年もニューヨークで年越しして、今回このビデオは、彼氏のお家からちょっとお届けしてるので、ちょっとバックグラウンド違うけど、ちょっと寂しいけど、でも見て、ほらカラフルなセーター着てちょっとはマシはい、というわけで、今回は2020年一番最初のビデオということで、My 2020's Do's and Don'ts、 私の、まあ、パーソナルな、2020年やることやらないことという、まあ、テーマで、お話ししていきます。はい、2020年は、もうちょっとジャーナルをやっていきたいです。もともと結構昔からその日記書いたりはしてたんですけど、去年の半分ぐらい、半分過ぎたあたりぐらいから、その前もちょっとこのチャンネルで紹介したけど、モーニングページとか、あとスクリプティングとかマネージャーナルとか、まあ、そういった新しいジャーナルの仕方っていうのを学んで、ですごく効果を実感しました。でジャーナルを通して自分のフォーカスしたい感情とか思考をはっきりさせることができるっていうのは、まあ、いろんなシチュエーションにおいていい効果をもたらしてくれると思うので、2020年は毎日ジャーナルをしていきたいです。カキカキ。ちなみに今月は30日チャレンジで、私毎日あのジャーナルやって、それを写真撮ってインスタに上げる、それとかまあ動画とかをアップしてるので、今年は私みたいにジャーナルやるぞってガールズは、ぜひインスタの方もチェックしてみてください。ジャーナルの、書くに続いて次は読むこと。2018年、一昨年はまあ意外とというか結構本読めてたんですけど、去年になって2019年は、まあ、全然本読めてなかったので、今年こそは2020年はもっとたくさん本を読んでいきたいと思います。でやっぱり本ってなんだかんだやっぱ一番効率のいい学び方だなって思ってて、っていうのも、まあ、こういろんなそのジャンルのエキスパートの人たちがもう何年も何十年もかけて得た知識とか経験っていうのを、まあ、一冊の本にまとめて、その文字としてすごい分かりやすくまとめてくれてて、でそれをうちらが1000円2000円とかすごいそんな値段でね、その買って学べるっていうのはなんかすごいありがたいことだなって思って、でそれをもうちょっとこう活用していこうって思いました。なので、2020年は、とりあえず20冊ね本を読んでいこうと思います。はい、2020年はアウトプットの年にしていきたいです。で私結構昔からそのなんだろう、自分を高めるとか、自己啓発系のトピックに結構興味があって、で今も普段からあの海外の YouTube とか本とかのなんていうんだろう、トピックは、まあ、基本的にそういう自己啓発系っていうのを、まあ、そういうコンテンツを日頃から結構あの見てて、でそういう話を人前でするとたまになんかこう意識高っって言われたりとかしたこともあって、で、まあ、そういうのがすごい嫌で、なんか日本にいる時とかはなんかそういう自己啓発、その自分を高めてくれるとかそういう話をもっとしたいのに意識高って思われるのがすごいなんか嫌で、で全然しなかった。でも今時代がすごいどんどんね変わってきて、これからはその個人の時代って言われるようになってきた。で個人の時代になってくると、やっぱりそのみんなゴールがあって、そのゴールを達成していくためのマインドセット作りとか、それこそアクション作りとか、そういうのがやっぱりすごい大切になってくると思うんです。大切っていうかもう不可欠になってくると思う。
だから最近はなんかこう日常を記録する Vlog とかファッションだとか美容系だとかそういうなんていうんだろうコンテンツの YouTuber さんも増えてきたんですけど、2020年私はもうちょっとこう人生のコアなんていうんだろう、それこそ理想のライフスタイルをこう現実にしていくためのなんかマインドセットとかプラン作りとかアクション作りとかこうそういったなんかこうインナーのトピックにフォーカスしてアウトプットコンテンツ作りをやっていきたいです。次は2020年の Don't やらないことをお話ししていきます。私昔からすごいもうバリバリ小学生の時からもうバリバリスポーツやってきてて、でそのせいか結構結果にこだわる癖っていうのがすごいあって、だから結果いい時はもうめっちゃイエーイってなっていいんだけど、逆に結果が悪いとなんかもうあーってこうすごい萎えちゃう。でも人間ってやっぱりその失敗から失敗とかあとそのそこにたどり着くまでのプロセスから学ぶ生き物なので、2020年は、結果だけにフォーカスするんじゃなくて、その結果から良くても結果が良くも悪くも、まあ、そこから学べることだとか、あとそれまでのプロセス、その過程、結果にたどり着くまでの過程から学べることとか、もっとそういうのにもちゃんとフォーカスできるようなメンタリティを持っていきたいです。さっきも言いましたが、2020年はもっと本を読んでいきたいので、寝る前の、携帯をいじるのはやめたいです。やめます。ベッドに入ってでこう携帯手に取ってインスタ開いてとかツイッター開いてってこう見てたらなんかもう結構すぐ30分とか40分とか過ぎること多くって、でも結構毎回なんかあーこの30分40分あったら本読めたーみたいなことが結構あるから、もう今年はもうみんなの前でこうやって宣言して、寝る前の1時間はもう携帯を触らずに本を読む時間にしたいと思います。だから、私基本12時ぐらいには寝るんですけど、私がもし夜の11時とかにこうインスタ更新したりとかあとまあそのインスタでねアクティブになってたりしたらもう寝る時間だぞ、本読んで寝ろみたいな感じで、誰かテキストしてください。この Doubt Myself ってこう日本語で自分の可能性とかスキルとか才能を疑うってニュアンスがあるんですけど、2020年私もそんな自分の持ってる自分を疑う癖っていうのをやめていきたいです。でもこれって多分その自分の持ってる理想っていうのがあって、でそれがすごい高くって、でそこにたどり着けてない自分イコールまだまだな自分まだまだな自分って思っちゃって、でそれが理由でなんかこうやりたいことに挑戦できなかったりだとか、で私も実際去年はなんかその自分まだまだだなって思っちゃって、なんかすごいいいチャンスとかを何回か逃したりもしました。でも最近思ったのが、多分人間ってずっと理想を持ち続ける生き物だから、もう本当どっかのタイミングでなんかこうやってもう腕まくりして Alright, I'm just gonna go for it ってなんかもう自分の才能とかスキルとかそういうの関係なくもうやりたいって思ったことにはもうどんどん挑戦していかないと、結局はずっと自分、今の自分じゃまだまだだなって思っちゃって全然前に進まないんだと思います。しかも大抵の場合こう自分が思っとる以上に他人からの評価とか結果って基本的にはいいってことに気づきました。もちろん理想を持つって大切なこと、ゴールになるし大切なことだとは思うんですけど、2020年はもうちょっとこう今の自分ができることを最大限に発揮してなんかいろんなことに挑戦していきたいなって思います。 Alright、以上が、私の2020年やることやらないことでした、もしこのビデオが良かったって人は、Thumbs up、いいのよろしくお願いします。あとみんなのその2020年やりたいこととかやりたくないこととかもちょっと気になるので、もしよかったらもしそれがあるって人はね、コメント欄にシェアして
いただけると嬉しいです。最初にも言いましたが、2020年はもっとこうライフスタイルデザインとかマインドセットとか、あとセルフディベロップメント、セルフグロース、その自分を高めるっていう、まあ、そういったテーマでどんどんコンテンツを発信していきたいと思うので、2020年はレベルアップした自分になりたいと思う人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ここまで見てくれてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。 Thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one. Bye! Take another hit, but I'm already high. Told myself I wouldn't, why do